どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は初登場の中森明菜さんの曲でございます。 Second Love。 はい、この曲印象的ですよね。もう子供の心の時によくキュンとしてました。はい、1982年ですよ。木杉隆夫さんの曲でございます。やっぱりね、いいですね。こちらを、ガズレレリーオリジナル簡単バージョンで、このちっちゃいウクレレを使ってやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレリーシンプル簡単バージョン。後半はいろんなリズムで表現力を高めたかっこいいバージョン。やってみます。最後までご覧になってください。さあ、憧れの曲、思い出の曲、あの人生を変えた一曲。ね、カラオケ歌ったり CD 聴くのもいいですけど、自分で楽器を弾きながら歌う、この弾き語りが、これがもう最高なんですよ。ぜひ皆さんにも体験してほしいなと思うんですよね。なんですけど、やっぱりね、そうは言ったって私は音楽が苦手よとか、楽器なんて私にできるわけないというそこのあなた、ウクレレが助けてくれますよ。ウクレレはね、もう弦も4本しかないし、ちっちゃくていつでも触ってられるんでね、もう本当に遊んでるだけ、もう本当に遊んでるだけでどん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 音楽が楽しくなってきます。ぜひ始めてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どん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 ウクレレが、演奏できるように、しかも楽しくなってきますんでね。はい。YouTube だったらいつでもどこでもスマホでも見られて、無料ですからね。気軽に始めてください。皆さん、ほんと音楽はね、やった方がいいですよ。聞くのもいいけど、やるの最高。はい。じゃあ、ここにもうちょっとしたらリンクあります。これ、ここのリンク先の、初心者レッスンはここというところをクリックしていただいて、その先行って数字の順番通りに見ていくだけで、どんどん楽しく演奏できるようになります。じゃあ貼りますよ、リンク。いってらっしゃい、ここです。はい、いってらっしゃい。そこには今まで取りためた700曲近くのありとあらゆるウクレレ超簡単レッスン動画がもうすでにアップロードされております。もうこういうね、懐かしの曲や、最新 J-POP、定番 J-POP から洋楽、ハワイアン、アニメソング、演歌、もう何でもありますから、ちょっとあの、先ほどのリンクのところを探っていただくと、いろんな曲のリストになって、今検索もできるようになりましたので、見てくださいませ。よろしくお願いします。じゃあ早速、セカンドラブ、中森明菜さんの曲。まずシンプル簡単バージョンの方から、やってみます。ワン、ツー、ワン。恋も認めなら、少しは上手に愛のメッセージ伝えたい。あなたのセーター袖口つまんでうつむくだけなんて
まずはシンプル簡単バージョンを4つ弾きで、簡単バージョンやってみました。今のはガズレレオリジナルバージョンの長さで1番ずっとやって最後にサビをもう一回足したというオリジナルバージョンでございまして、2番やりたい方はご自分でノートに書いていってオリジナルの歌本を作ってください。で、まあ、テロップ見ながら YouTube と一緒に演奏してるそれもいいんですけれども、まあ、やっぱ書いてそれを見ながら自分だけで演奏するというのはいいと思います。で、今回はちょっと、歌からいきなり始まっております。で、いつものようにこの下にくるっと囲ってあるやつは後半やるかっこいいバージョンで使うコードなんで、今は上の段をやりましたということ。もうこれはもうシンプルですよ、この曲は。はい。まあ、これはあとかっこいいバージョンのリズムの説明ですから、はい、あまり気にしないように。じゃあここから一時停止でメモっててください。どうぞ。はい、いいかな。じゃあここがまあこの2行が B メロみたいな感じのところですね。はい、でここからサビになります。でこれがまあ1番のサビかな。そして、ここで繋いでですね、最後、もう一回しでラストのサビをやろうと思うんですけど、ちょっとノートのスペースの都合で、倍のこの書き方になってますね。まあ、テロップを参考にしてもらったらいいと思うんですけど、まあ、コード進行はこのサビと同じで、歌詞が変わってるだけでございますんで。はい。大丈夫でしょうか。じゃあこんな感じ。シンプルな構造です、この曲は。まあ、やっぱり、80年代っていうのは本当に、シンプルな中にキュンと泣きのコードが入ってくるっていうイメージですけどね。じゃあコードの解説をしていきましょう。C、A マイナー、A7、F、D マイナー、D7、G7、E7 ですね。今やったシンプル簡単バージョンはこの 1,2,3,4,5,6,7,8 個のコード。A7 がまあ1本指ですけど。はい、これが基本になっております。これのコード、8個もあるのかと思わないでください。8個。はい。はい、これです。ダーガズレレヒスコード。これはですね、いつも出てくるやつなんですけど、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルで、どんどんウクレレで楽しく歌えたっていう感覚を獲得するためにですね、まあ、コードは覚えなきゃならない、やっぱ最低限ね。それが、このガズレレヒスコードです。コード8個です。8個のコードを覚えちゃえば、ほぼ8割9割、ありとあらゆるジャンルの曲の基本のなしてるんで、最優先でこの8個のコードを覚えちゃってください。で、8個プラス2個なんですけど、その、まあ、まああるんですけど、とにかく超シンプルなグループだということ。で、このコードを、ガズレリスコードの8個のコードをめちゃくちゃわかりやすく解説してる。もちろん私がですよ。いい動画があるんですよ。そこで、この8個のコードは最優先でマスターしていただきたいと思います。ここにリンク貼っておきます。このリンク先に行って、そのコードのお勉強をしてください。これ分かりやすいですからね。おすすめですよ。はい。じゃあ、こっから、かっこいいバージョン。あ、その前に今の奏法解説ですけど、前半はもう本当ただ伸ばしただけ。この伸ばしたやつと4つ弾きでもこの表現力をつけられるということでちょっとやってみました。じゃあ、こっからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンではね、ちょっとコードが追加されます。2個。まず、簡単ですけどね、これ。見てください。C、メジャー7って書いて、ちょっと見づらいけど、C に大文字の M の7。まあ、テロップこの辺に出しておきます。C メジャー7ね。C メジャー7は超簡単。C が1弦の3フレットに対して1弦の2フレットなんで。まあまあ。C はここでしょ？ C メジャー7ここです。だからこうやって押さえたり、まあこうやって、まあ指、まあこれがいいかな。はい。はい。これが C メジャー7。簡単でおしゃれ。よく出てきます、たまに。で、あと今日もう一個、かっこいいバージョンで入れたいのは、この E7 サスポーっていうコードですね。E7 サスポー。これはサスポーっていうのはよく出てくるんですけど、ここにも E7 って出てくるでしょ？これ。E7 と E7 サスポーを行ったり来たりする関係だと覚えてます。これお互いよーく見てください。ここの、一番下のこの点の位置が一個ずれてるだけなんです。ちょっとやってみましょう。まずじゃあ E7 っていうコードを解説します。E7 は、ここを押さえる。E7 っていうのは、ここと。だから、こうですね。これが E7。で、E7 サスポーっていうのは、人差し指注目。これが E7 サスポーです。1個こっちずれる。ちょっと押さえづらいけど。で、E7 と E7 サスポー。E7 サスポーと E7。E7 サスポーから、E7。こういう流れです。かっこいいでしょ？はい。これが E7 サスポーと E7。覚えておいてください。はい。で、この曲は結構シンプルなんですけど、やっぱり、伴奏のテンションというか、この、三段活用にしていこうと思います。おっとり、しっとり始まって、ちょっと盛り上がって、サビでドンと行くって、こんなイメージですね。で、ここ見てください。アルペジオ。しかもちょっとね、アルペジオ、伸ばすタイプのアルペジオにしようかなと思って。はい。で、8ビートが基本なんですよ。B メロから8ビートになるんですけど、8ビートのチャって書いてあって、2パターンって書いてあります。はい。まずアルペジオの方から行ってみましょう。
ただ普通のアルペジオっていうよりちょっと伸ばして、なんか空間を作った方がかっこいいかなと思ったんで、アルペジオの前半だけ弾くって感じです。見ててください。てん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 。こういうのはどうかなと思って。親指で。おしゃれじゃないですか。まあ、アルペジオの基本、まあ、じゃあ C を押さえて練習すると、1弦と4弦を同時に弾いて、3弦、2弦、全部。こんなイメージです。これアルペジオの半分弾いて半分伸ばす。アルペジオ。はい。これでやってみて。で、ここのね、帰りたくないから8ビートになるんですけど、ここで茶を入れるんですけど、茶の位置、大きく取ります。ここの2行。帰りたくない、そばにじゃんじゃじゃんじゃパチ、じゃんじゃじゃんじゃパチ、じゃんじゃじゃんじゃパチ。わかる？じゃんじゃじゃんじゃチャチ、じゃんじゃじゃん。で、サビは、抱き上げて、ズダン、チャチャン、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 チャン。わかりますかね？最初の B メロのところは、帰りたくないところは、チャンダ、チャンダ、チャカ、チャンダ、チャンダ、チャカ。サビは、ダン、チャッチャス、チャッチ。こっちは普通の8ビートのチャですね。このチャの位置を2パターン。こういう感じでですね、アルペジオから、だん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 こうサビに向かって盛り上がっていく三段ステップで、曲のうねりというかエネルギーを表現したいと思います。皆さんもこれちょっとやってみてください。あとは、決めというか伸ばしたりすることはありますけど、比較的やっぱシンプルだと思います。はい、そんなことを意識しながらセカンドラブ、中森明菜さんのセカンドラブ、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。恋も二度目なら少しは上手に愛のメッセージ伝えたい。あなたのセーター袖口つまんでうつぶくだけなんて帰りたい。中森明菜さんのセカンドラブやってみました。かっこいいバージョン。やっぱりこうだん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 盛り上がってるか盛り上がっていく感じっていうか、こう曲の中のね、このドラマ性みたいなのもこう感じ取りながら表現できてる、またいいと思いますね。はい、やっぱりこうなんかいいですね。はい、皆さんもぜひ思いっきしやってみてください。ウクレレ楽しい。本当ね、これね、もう本当多くの人にウクレレ始め音楽をねやる楽しさを味わってもらいたいというのが、まあ、ガズレレ私がすごくまあ思うことです。皆さん本当楽しかったらね、どんどん周りの方に教えてあげてくださいね。お願いします。はい、3月もいろんなイベント、三重と浜松、四日市と浜松行きますからね、待ってますよ今月は。はい、他にもいろいろご案内やります。どうぞ皆さん、ご案内をご覧ください。ありがとうございました。どうぞガズレレホームページご覧になってください。どうぞこちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい、でイベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日四日市、
3月31日は浜松行きます。ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生ってばっかり。僕はね、白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることが、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、全国の本屋さんで注文など、書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリットムジックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部。もう全部手書きですよ。このさっき見せた、こういうのが全部スキャンされて、ちっちゃい、このね。これです、これ。はい、ガズレレ歌本。こんな感じで出てます。1冊につき50曲入ってて、ボリューム5になるんで、僕250曲ぐらいの歌本になる。ガズさん、CD も出してるんでね。レッツゴー最高。これ CD なんですよ。はい、こっち。かっこいい版と、練習版の CD。ガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください。お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD お願いいたします。ああ、もう盛りだくさんですよ。もうガズレレで、もうね、伝えたいことがいっぱいです。大変です。フォローしておいてください。ホームページ見てください、ね、それではまた音楽で楽しい時間をいっぱい過ごしましょう。皆さん、楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして、自分も豊かな、最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。